カルロス・アルカラスがついにウィンブルドン初優勝を果たしグランドスラム通算2勝目を飾りましたウィンブルドンについては2002年のレイトン・ヒューイット以来21年ぶりにビッグ4以外の選手が大会優勝者となる快挙となりました若干20歳にしてあのジョコビッチですら世界で最も完成されたテニスプレーヤーだと称賛しているアルカラスですが一体彼のすさとは何なのでしょうか 今回は次世代で群を抜いているアルカラスの能力について10の理由を解説していきます10個というと多く感じるかもしれませんがこの理由を全て知ることで現代テニスでトップに行くために必要とされる要素が分かりすなわちそれはあなたがレベルアップするための大きなヒントになることは間違いないでしょう特に後半に進むにつれより一般プレイヤーに欠けがちな身につけるべき内容となっているのでぜひ最後まで動画をお楽しみくださいそれでは早速第一の理由ですが それは彼のサーブ力にあります正直なところ彼のサーブはまだ改善の余地がありますがツアーデビュー当初からそのサーブ力は見違えるほどになっておりこれからの伸びしろで世界で最高のサーバーの一人になると考えています彼はすでにそのサーブを使ってポイントをうまく展開できるためサービスゲームで主導権を握ることができます彼のサーブはサービスボレーやサーブドロップショットといった攻撃のバリエーションも豊富にありますねアルカルスのフォームを確認すると ペデラやサンブラスのようにラケットヘッドを下に落とすのではなくトロフィーポーズのポジションを取りますここでサーブの基本フォームを少し深掘りして解説していくと構えでは左足中心で体は前傾しておりラケット面はやや上向きとなっていることからグリップはコンチネンタルグリップよりも薄めで握っていますねサーブはグリップの握り方一つでボールの捉え方がかなり変わります多くのトッププロが薄く握るグリップを採用しているのでこれは参考にしたいですね トスアップ前の準備動作で一度右足に体重を移した後にラケットとトスアップを連動させるようにしてトロフィーポーズを作っていきますまたこの時膝を曲げながら両足を揃えるフットワークにも注目しましょうここから地面を蹴り上げてラケットヘッドを加速させていきます地面を蹴り膝を伸ばしていく動きと連動してトスアップした左手を下ろしていき体を回旋させていきますここで大切なのはインパクトする時の体の開き具合ですね 体を改善させていきますがインパクトの段階では完全に体は開ききっておらずフォロースルーで体が正面を向くように動作を行っていますね体を開かずにスイングするためのトロフィーポーズの段階でしっかりと左手を伸ばし体を閉じる姿勢が作れているのだと思いますこのトロフィーポーズで軸をしっかり作ることで一気にパワーを開放させることができていますねアルカラスのサーブについては過去動画で解説していますので概要欄からぜひチェックしてみてくださいね 2つ目の理由は彼のリターン力です彼はリターンの際に非常に広いスタンスをとっており外側の足をうまく使ってどちらの方向にも反応できるポジションをとっていますこのポジションから素早い1歩目のステップにより非常に広い範囲のコースをカバーすることができておりラケットにボールをアジャストさせることができています彼はビッグサーバー相手には非常にコンパクトなバックスイングで対応します これは前回解説したジョコビッチののリターン技術に通じるものがありますね実際試合後のインタビューでジョコビッチ本人がアルカラスは自分と同じ能力をいくつか持っていると話していたようです彼はビッグサーバー相手にリターンではスライスでカットしたりブロックリターンをすることに躊躇しません多くの選手はいいリターンを打たなければならないと思いますがアルカラスはスライスでまず相手コートに入れることに集中しその後のラリー展開で 形をを逆転させることに意識を持っていきますリターンについてお悩みの方はぜひこちらの過去動画をチェックしてみてくださいリターンで重要となるスプリットステップのタイミングの取り方やコンパクトなテイクバックに必要なショルダーターンについて解説しています3つ目の理由はフットワークですアルカラスはコート上で非常に俊敏でありフットワークがとても優れています彼ののなるるフットワークを支えているのは 強靭な足の筋肉だと思います彼はコート外でのフィジカルトレーニングも重視しておりジムでスクワットからの素早いアップダウンや特に筋肉の側近繊維を刺激し収縮速度を向上させることに役立つサンドトレーニングなど非常に多くのエクササイズを行っていますまた強い筋肉に加えて優れた柔軟性がありこれにより動きの幅が広がります一般的に筋肉の力があっても硬くなり柔軟性がないと動きの幅は非常に制限されますが アルカラスは関節と筋肉の柔軟性を両立できているため、1本目のステップでより多くの距離をカバーすることができています。これが素早いフットワークの動きを実現している要因です。アルカラスのフィジカルトレーニングについてもっと知りたい方は、こちらの動画を概要欄からチェックしてみてくださいね。個人的に一般プレイヤーのオグが週1、2回の練習頻度であるため、フットワークの要因でその日の調子にムラが出ていると思います。テニスをする 以外の日も、時間があるときはランニングなど、フィットネスでの時間を取ることもパフォーマンス向上に有効であると考えています。4つ目の理由、アルカラスの代名詞であるフォアハンドの解説の前にお知らせです。テニスメカニズム研究所では、世界のテニスについて発信しています。上達のヒントを得たい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。日本一のオンラインテニスコーチを目指して、現在公式 LINE にて600名以上の方の個別相談にお答えしています。 好評のオンラインテンスレッスンではあなたの動きに応じたオリジナル動画を作成しアドバイスさせていただいていますトッププロとの動きの比較や海外テニスの知識をお伝えしながら皆さんの上達を全力でサポートしています LINE 会員様限定の無料サービスとなっているので興味がある方はぜひ概要欄の公式 LINE からお気軽にお問い合わせくださいさて4つ目の理由は彼の代名詞でもあるフォアハンドですその威力については言うまでもありませんが アルカラスのフォアハンドはフェデーラーやジョコビッチのような従来のフォアハンドと近年活躍が目覚ましい次世代選手のフォアハンドを融合したものだと考えています従来と次世代のフォアハンドの定義について少し解説していくと従来と次世代のフォアハンドはテイクバックのラケットヘッドの向きで分けることができます結論を言うと従来では上方向次世代は相手方向にラケットヘッドを向けています映像を確認すると 次世代選手の例としてキリオスのフォアハンドを見てみるとヘッドをかなり相手側に傾けていることが確認できますね比較して従来のスタイルのフォアハンドの例として挙げるフェデラーのテイクバックではラケットヘッドは上方向を向いていますそしてアルカラスはどうなのかというと両者のちょうど中間のポジションでラケットを構えていることが分かりますねこのわずかなハイブリッドな動きによりアルカラスのフォアハンドは非常に効率的に強烈なショットを打つことができます これらの構えの違いは結局のところヘッドがインパクトに向かって回転する軌道距離の違いに大きな影響をもたらしています次世代型のスイングの方がヘッドの移動距離が大きく加速できる幅も広いですが振り遅れるリスクもありますアルカンスは両者のスイングのいいとこ取りをしていると言えるのかもしれませんねこれについてもこちらの過去動画で詳しく解説しています興味のある方は概要欄からチェックしてみてください 5つ目の理由はネットプレーに積極的であることです彼はネットに出てフィニッシュすることを常にイメージしていますこれはネットプレーが苦手な選手やボレーの練習を十分に行わない選手そして重要な瞬間や大きなポイントで浅いボールに対してアプローチ練習をしない選手と比較してアルカラスは大きなアドバンテージを得ることとなっていますネットプレーは相手にプレッシャーをかけることができる反面 パスショットで抜かかれれるかもしなないといとう心理状態になりますがアルカラスはネットカバーを非常にうまく行います彼は両サイドをしっかりとカバーしどちらかというとクロスコートよりもダウンザラインでアプローチをすることが多いですねアプローチのボールを追いかけるようにネットダッシュしラインに沿って正しい位置に入りダウンザラインのパスとクロスコートのパスを両方カバーしています彼のネットプレーの意識はわずか20歳のプレイヤーとしては非常に高くこれはコーチである カルロス・ペレロシがネットプレーの意識を高く持ちボレーポイントを決めることそして浅いボールを積極的に前に出て攻めることを重要視していることが分かりますね6つ目の理由はバックハンドの精度です彼のバックハンドはまだジョコピッチのように完璧ではないと言えますが彼のバックハンドでは非常に高いレベルにある3つの要素を兼ね備えています第一は素晴らしいショルダーターンです右肩を十分に入れていることから 良質なユニットターンを形成できています第二にラケットヘッドをグリップより高い位置に持ってきています映像からわかるようにラケットヘッドはグリップよりも高い位置にありますこれによりヘッドが走りパワーを生み出すことが可能となります第三にコンタクトポイントでしっかりとボールを潰せておりフィニッシュの形で肘が高いポジションを取ることができています また角度のついたボールに対してはオープンスタンスのバックハンドを使いディフェンスすることができていますジョコビッチといえばスライディングしながら打つこのバックハンドが代名詞ですがアルカラスもこれに近い形でディフェンスすることができていますジョコビッチもアルカラスのバックハンドを称賛していましたね7つ目の理由は意表をつくドロップショットです彼はドロップショットを非常にうまく隠すことができるためこれにより 彼のフォアハンドとバックハンドのパワーショットがより効果的になります。相手はいつ彼がドロップショットを使い出すのかわからないため、彼のドロップショットのタイミングが読みにくくなります。彼のドロップショットで素晴らしい点は、普通のフォアハンドやバックハンドと同じスイングでセットアップし、相手が兄弟を予想して後ろに下がっているときに、突然フォアハンドグリップからコンチネンタルグリップに変えて、ドロップショットを打つことにあります。 普通のフォアハンドスイングでセットアップしスイングの途中でグリップチェンジしアンダースピンをかけますこれはバックハンドでも同様ですしかしアルカラスが完璧なドロップショットを打っても相手がコンタクト前にそれを予測し前に走り出してくることがありますが相手がフォアハンドの強打による深いショットを予測してかかと重心で立っている状態でドロップショットに対応しようとスタートが遅れたりして予測しても対応できないことがあります ストローク力があるからこそドロップショットが生きていることは間違いないですね8つ目の理由はパッシングショットです多くの選手はディフェンスが得意か攻撃することが得意かのいずれかですがアルカラスは両方をこなすことができます彼は素晴らしいディフェンスから一転してネットダッシュすることでポイントに変えることもできますプレッシャーのかかる場面で相手が攻撃してネットに出てくるときには特に自分のバランスを保つ必要があります アルカラスはネットプレーでかけられたプレッシャーの中でも自身のバランスを崩すことはありませんまた自分が打つべきコースを素早く見定らることに長けており彼は相手の足元を狙ったりクロスコートやダウンザラインのパスのコースを瞬時に判断しています9つ目はメンタル面ですアルカラスは試合中でも常にテニスを楽しんでいます彼はコート上でよく笑ったり笑顔を見せたりと非常に表情が豊かです このことから重要な試合でもかなりリラックスしていることが分かりますね先日のウィンブルドン決勝でもこれは変わりませんでした確かにファーストセットでは緊張しておりボールをうまくコントロールできず多くのアンフォーストエラーがありましたしかしセカンドセットでは徐々に落ち着きを取り戻し第1セットでのエラーを修正し試合をコントロールし始めていましたアルカルスの試合でよく見られることは重要な試合で 序盤はプレッシャーなど精神的な影響を受けることがあっても第一セットの終わりかセカンドセットの始めには落ち着きを取り戻し試合をコントロールし始めるという傾向があります彼は自分が初のウィンブルドンの決勝だということに焦点を当てているのではなく次のポイントをどうやって取るかに集中しているからこそ自分のメンタルをコントロールできているのだと思いますこれが大きな舞台でできるからこそ2つのグランドスラムを制覇できた 主な理由の一つと考えられます多くの若い選手はグランドスラムを制覇する能力を持っていますが優勝するために必要なメンタル面が不足しています大事な試合準々決勝や準決勝チェジョコビッチのような選手との決勝戦で実際に力を発揮することができていないのです実際にアルカラスが今回の5セット目のサービングフォーマッチで緊張して動けなくなったりダブルフォールトを連発したりひどいエラーを犯すリスクは 十分にあったと思いますが彼はそのプレッシャーを乗り越えましたフォアハンドをしっかりと強打するメンタルを保っておりこれは彼には他の多くの選手にはない精神力があることを示しています最後の理由は戦術的な理解力ですテニスではシチュエーションに応じて正しいショットを選ぶことが非常に重要ですがアルカラスはこのショットの選択能力が高めています例えばよく見られるパターンとしてはデュースサイドからワイドサーブを打って 相手を押し出しオープンコートにショットを打つことやまたフォアハンドの強打からのネットプレーあるいはサーブボレーを選択する適切なタイミングを見極めることフォアハンドの強打と見せかけてドロップショットを打つタイミングなどさまざまなショットを適切な場面で選択する能力に長けています彼の戦術的な理解力は同世代と別格であり通常の選手たちは ATP ツアーで数年間競い合いながら戦術的な理解力を身につけていき20ら戦術的な理解力を身につけていき20倍半ばから 後輩になるとそれぞれのショットをどのタイミングで使うべきか理解し始めますがアルカラスはそれをすでに持っています以上の10の理由がアルカラスがトップに君臨する理由であり史上最も完成されたテニス選手の1人だと考えていますそれと同時にこの10の項目は一般プレーヤーも身につけていくべき内容でもあるので今回の動画の内容を意識してあなたのプレーに取り入れていきましょう1人ではううまくいいいかないという方のために 公式 LINE にて、個別の無料オンラインテンスレッスンを行っています。あなたのテニスの上達を全力でサポートするので、興味がある方はお気軽にメッセージをお待ちしております。Instagram ではレッスン受講者様のプレイもチェックできますので、概要欄から応援に来てくださいね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルの過去動画では、トッププロをモデルにして、テニス動作のメカニズムを分析していますので、興味がある方はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。